岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマはあなたの身近な相談相手、民生委員児童委員、住民相互の支え合い活動。5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員制度は今年で100周年を迎える歴史と実績を持つ制度です。民生委員や児童委員は民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、担当する地域の見守り役、身近な相談相手として重要な役割を果たしています。私の担当区の中で高齢者の一人暮らしだったり、それから高齢者世帯、それから障害者とか児童とか福祉に関わる方たちの見守りとか訪問をしています。で、その訪問をした中で困りごととか相談ごとを受けた場合には、市役所とか地域包括支援センターにつないで課題を解決するようにっていうふうに、つなぐ役割をしております。民生委員の皆さんは自らも地域住民の一人として暮らしながら活動し、身近な相談相手として医療や介護、子育ての不安などさまざまな相談に応じています。任期は3年。岩手県では現在およそ3700人の皆さんが活動しています。ここに住んでいる方たちの身近な相談相手として、まず信頼関係を作るということが一番大切なのではないかなというふうに思っております。それで民生委員には民生委員法という法律の中に私費義務が定められていますので、そこを心にしっかり留めながら、相談する相手の立場に立ってお話を伺おうというふうには心がけております。心配事、悩み事を一人で抱えていませんか？民生委員、児童委員はあなたの身近な相談相手で、また関係機関へのつなぎ役にもなります。民生委員、児童委員とともにお互いに支え合いながら安心して暮らせる地域社会を作っていきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。